エージェントアルシェ、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さん、だって。もしかしてリリアーナ？私、そんなに変わった？うん。少しは大人っぽくなった。アルーシェは変わってないかな。行きましょう。リリアーナ。アルーシェ。ん？ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。アルーシェ、怪我はない？斜陽に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で邪妖と戦う前。でもこっちもびっくりしたよ。突然教皇様から巫女リリアーナを教皇庁までエスコートするなんて言われちゃって。リリアーナこそ
教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。守る教皇庁の人間だもの。いつまでもアルーシャに守られるだけじゃない。少しでも力になりたいの。わかった、一緒に戦おう。頑張ろう。開けてみせる。いいぞ。外さないわ。これで全部かな。まだその力。時を遅らせる力、それは体に負担がかかるんじゃ。ううん、大丈夫。強くなったのはアルーシャだけじゃないよ。私もこの力誰かのために使いたいの。急ぎましょう。あれ、さっきの襲撃で馬車の車輪が壊されてる。それじゃあここから先は歩きだね。ああ、行こう。
れね。いや、外さないわ。やっと当ててみせる。いいね。そこね。はっへっ。やっせや。すっかり暗くなっちゃったね。あ、ホタルだ。綺麗。ああ。でも急がないと。夜は邪妖の時間だから。邪妖のせいでこういう景色あまり見られなくなったよね。夜が危険で出歩けなくなったから。リリアーナ、あれは。ねえアルシェ、来て。あ、ちょっとどこに行くんだよ。危ないって、リリアーナ。ねえ、ここ星降りの丘に似てない？ああ、学園の裏の。そういえば似てる。星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ、覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。任務が終わったら、昔過ごした町にユーレルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。リリア、それじゃあ教皇庁まで急ごっか。任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。あるったら。さてと、教皇庁はあっちの方だな。これって、開けてみせる。
嘘だろ。ひょっとして…なあ、
この先が教皇庁だ。行きましょう。エージェント・アルーシェ、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。妖魔月の女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？人間が叶う相手ではありません。私たち教皇庁はこれまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。エージェント・アルーシェ、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げ封印するのです。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。私がいれば世界は救われる。昨日怖い夢を見たの。恐ろしいものがやってくるけど、私は逃げられない。それを受け入れるのが私の運命だって。何があってもリリアを守るよ、約束だ。ルーエンハイド、なぜ教皇庁から姿を消した？こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。教皇庁を裏切ったのか？時間がないんだ。力ずくでも引っ張っていくぞ。教皇庁は闇に落ちようとしている。私は世界に光をもたらす光の戦士となる。ジョヨカ、もう来たか。アル、リリアを守るんだ。早くリリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルーエも一緒に行こう。どこへ行こうというなら、我が花嫁。月の女王。何？リリアーナをどうするつもりだ。まだ足らぬ。まだその時ではない。何のことだ。だが
お前が死の味を知りたいのなら、それもいいだろう。すまないな、光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。そろそろ終わりにしましょう。初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかしその時に世界に撒き散らされた青い血に触れた者は夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁はこの世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、
時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜、それは全てが夢の中に包まれ、誰も目覚めることのない常世の世界。残念だが、その痛みは消えない。これから血の渇きに苦しむことになるだろう。ここは教皇庁の研究室だ。なんか落ち着け。私の名はカミラ、そして時の花嫁となる巫女リリアーナとルーエンハイドは姿を、お前が殺された後にな。え、お前は死んだ、覚えてないか。死んだ。まったく無謀なやつだよ、生身の体で月の女王に向かっていくとは。嘘だ、今こうして生きている。そう、半妖の体でな。半妖？人工的な汎用化は未完成の技術だが、選択肢はなかった。お前に妖魔の青い血を流し込み、汎用として生き返らせる実験を行った。どうやら成功したようだな。新たな心臓も適合している。私は嬉しいぞ。汎用、私が。そんな、嘘だ、嘘だ。落ち着け、エージェントアルーシュ。お前にはやるべきことがあるはずだ。教皇は任務の継続を希望している。お前はまずリリアーナを探さねばならない。そうだな、エージェントアルシュ。
ついてこい。私がサポートしよう。どこへ行くんです？ユーラルム。リリアーナの目撃情報があった場所だ。邪妖。安心しろ。今のお前には新たな力がある。体に妖魔の血を宿したことで使えるけ。私たちは知見と呼んでいるがな。知見。さあ、自分の力を全て放出するイメージを思い描け。あとは血が答えてくれ。どうだ、半妖として戦ったか。これが驚くにはまだ早い。お前は十分。お前には妖魔の血とともにある。そう、伝説の半妖アーナス。妖魔の朝。さあ、ちょっと。にゃーん。
ネーロじゃないか。ネーロ、元気だったか。よしよし。お前、邪妖に知り合いがいるのか。あ、こいつは昔ここに住んでた時に友達になって。これは珍しいな。こいつ魔に侵されきっていない。どういうことですか。青い血を浴び邪妖になった者は心までまだが、稀に元の心を保つ者もいる。こいつが。確かにちょっと目つきは悪いけど、悪さをするようなやつじゃないんです。目つきが悪いは余計だろう。え、久しぶりだな。しゃ、あ、俺は前から話してたぜ。あんたは分かってなかったみたいだが。俺が知るかよ。おい、お前、うん、やはり実験は失敗だ。違います。私、こい邪妖の言葉が分かるだと。なるほど。はっ、確かにちょっとあんた変わったな。またか。俺も一緒に戦ってやるよ。え、ああ、ちょうどあの連中には餌場を荒らされてムカつい。興味深い。ありがとう。別に褒めても何も出ねえよ。なあ、これからリリアーナを助けたいんだ。まあな。でもあげられるものは何。んなことね。え、なんでもね。本当か。邪妖を連れていく。行け。いや、これからも心をきっと邪妖の中にも溶け込めず、人にも。カミラさん、あいつも。け、何言ってるかわかんねえくせに。そんな、嘘だ。いや、俺の力。Yeah.
着いたぞ。ホテルエテルナだ。今は私が管理を任されている。ほら早速。ルエ、本当にアルなのか。あの時死んだんじゃ。ああ、生きてたんだ。ルエこそ。私が情報を流した。お前がここに。バカ、一体どれだけ心配かければ気が済むんだ。生きているなら生きていると言ってよ。え、そんな無茶な。うるそれでルエも知らないんだ。私もこの町での目撃情。あなたは紹介する。この人はカミラって知ってるの？当たり前だ。邪妖研究のこの方の研究があったからこの町の。そんなことも知らないのか。まったく。まあルーエンハイド、私のこと。教皇庁と敵対しているルルド教団に。今のお前は。そうだな。はい。妖魔をも斬るお前の危険の力が必要だ。ホテルに入り設備を使うことを許可しよう。では入るとしよう。よし、準備。待て、お前はまだ過度に動いていい体じゃない。そんな。ここにはいろいろな施設がある。わかりました。はじめまして。お困りの際は。すごいな、こいつらにはホテルの管理を。まあ今は客が来ることはないが。こちらでは